はい、皆さんこんにちは、ワンダルガルフィジュです。今回は戦国無双真田丸続きをプレイしていきたいと思います。まずはシナリオの導入部分、見ていきたいと思います。直ちに次の戦とは参るまい、今のうちに手を打っておくべきだろう。正幸殿はすでにお考えのようだが。とおっしゃいますと。秀吉殿は存じておるな、雪村。はい、信長公の後継者として飛ぶ鳥を落とす勢いであるとか。そうだ、もはや天下人と言ってよい。その秀吉殿が各地の大名に上洛を求めておる。正幸殿も応じられるようだ。真田は大名ではありませんが。それだけ真田の名が高まったということだ。ははあ、我ら上杉も間もなく上洛することとなる。さようでございましたか。共に行くか、雪村。よろしいのですか、お供をさせていただいても。それは良いお考えです、影勝様。大阪を見ておくのは雪村のためにもなりましょう。うむ、ありがとう存じます。大阪、安土のような町なのだろうか。安土といえば、あのお方は今頃どこでどうなさっているのだろう。ここからはですね、大阪のパートに移ります。大阪城の城下町で、まあ、うろつくという感じになりますね。すでにお越しでしたか。お前もか、雪村。はい、影勝様より友に加えていただきました。そうか。秀吉様は真田と徳川の戦を仲裁してくださったと聞きます。豊臣は真田に向上を示してくださっていると考えてよいのでしょうか。さてな、初めに徳川を焚きつけたのも秀吉であったろうよ。なんと、それは一体。試したのであろう、わしが役に立ちそうなものかどうか。今度はわしの番だ。天下人がどれほどのものか見定めてやろうではないか。父上、待たせたの。お前さんが真田正幸か。よう来てくれた。お初にお目にかかる、真田正幸でございます。こたびは堅苦しい挨拶はええ。あの家康との手玉に取った自暴の死、会えるのを楽しみにしとったで。過分なお言葉恐れいる。知っておろうが、わしは家康殿に小牧長久手でえらい目に遭わされての。お前さんが家康殿をコテンパンにしてくれて正直すっとしたわい。ああ、家康殿には内緒じゃぞ。さて、その地棒、これからはわしのために使ってほしいんじゃがな。無論のこと、この真田正幸、秀吉様に忠誠を。わしの家来になれとは言わん。お前さんは寝返りも嘘もためらわん。表裏卑怯とはよう言うたもんじゃ。恐れ入ります。その結果どうじゃ。沼田を取った時も、徳川や北条との戦でも驚くほど人が死んでおらん。その知恵を天下のために使ってほしいんさ。天下、悔しいがまだまだ戦は続く。戦は避けられんのなら、せめて
人死には苦悩したい。そのために人が死んで悲しいのは当たり前ですか。当然じゃ。誰かがおらんなって誰かが泣くのはもうたくさんじゃ。第9章再会。信行と雪村の活躍もあり、真田は徳川を撃退する。その鮮やかな勝利は巷でも評判になっていた。戦勝の喜びもつかの間、上杉に戻った雪村のもとに正行上洛の知らせが届く。雪村もまた景勝に付き従って上洛することになった。羽柴改め豊臣秀吉の治める地大阪、そこで雪村を待っていたのは懐かしき者との再会と、後に運命を共にする仲間たちとの出会いだった。真田は豊臣に臣従する。お前にはこれからは豊臣の人質を務めてもらわねばならん。はされど上杉の方は。上杉もまた豊臣に従った。否やはない。さようでございましたか。承知いたしました。父上、秀吉様とはどのようなお方でしたか。天下人をどのように。父上、取り立てて申すことはない。さようですか。お前が真田幸村か。はい、さようですが。秀吉様がお会いになる。来い、友の者はここで待て。ちょっと、何それ偉そうに。大体あんた誰よ。やっちゃう。落ち着け。秀吉様のご使者となれば家臣の教育がなっていないようだな。お言葉ですが。よせ三成、礼を失しているのはお前だ。失礼した。こちらは石田三成、俺は大谷義継、共に秀吉様にお仕えしている。ご丁寧に恐れ入ります。私は真田幸村と申します。挨拶は済んだな。行くぞ。秀吉様をお待たせしてはならんと言いたいのだ。勤めに忠実なあまり周りが目に入らない。許してやってくれ。余計なお世話だ。いえ。なんだなんだ三成、新人イビルか。くだらぬことを言うな。秀吉様にお仕えするのに古いも新しいもない。ただ忠義を尽くせばよい。新人だの古参だのはバカの言うことだ。そう思うなら共に働く仲間にむやみに喧嘩を売るような真似は慎むことだ。俺は別に。余計なお世話だ。相変わらず言葉の足りないやつだ。真田幸村と言ったな。俺は加藤清正、こっちは福島正則。三成の言う通り子さんぶるつもりはないが、幼少から秀吉様にお仕えしている。よろしく頼む。お前、えれえと奥から出てきたんだってな。困ったことがあったら何でも言えよ。はい、よろしくお願いいたします。もういいだろう。これ以上秀吉様をお待たせするな。そうだな。それでは行こうか、雪村。はい。天下の豊臣家のご家中にしてはバカばっかなんじゃねえの。温かみのある方々だ。
あの方々を束ねている秀吉様とはどのようなお方か。よう来た雪村。あの正幸殿のせがれならば官兵衛みたいなくせ者が出てくるかと思ったが、こりゃ涼やかなええもののふじゃ。くーん、ねたましい。はあ、あ、いえ、恐れ入ります。あ、さようにかとならんと。自分の家と思ってくつろぐがええ。なんぞ困ったことがあったら三成や義嗣に言うんじゃぞ。今日はさ、正則も面倒見てやれ。承知しております、秀吉様。わかってるって。任せといてくれよ、おじき。ねねにも後で引き合わせてやらんとな。それと、もう一人。ここで騒がしいですね。まあ成長したチャチャが登場しますね。ちょうど良いところに。いや、むちゃくちゃ可愛いよな。おいでになるとは珍しい。あの、何度かね、お伝えしてるように、こういう狐顔が大好きなんですよ、僕。チャチャ、このものはわしが預かったサラダ。ちょっとあの気の強い子が好きなんで、もう完璧ですね、チャチャ様。このチャチャ様に関して言うと。まさかこのようなところで。知っています。相変わらず落ち着きのない。あ、失礼いたしました。なんじゃ、二人は知り合いじゃったのか。はい、以前安土でお目にかかりました。安土で。もしや本能寺の変の際、チャチャを救い出してくれたのが雪村だったんか。はい。ほうかほうか、でかした雪村。子供の自分から大したもののふだったんじゃな。いえ、私は何もできず。そのような縁があるなら、大阪におる間はチャチャの話し相手になって。無用に願います。おいおい、チャチャなかなか難しい年頃じゃろう。はあ。チャチャ様、なぜこちらに。ほれねね、この者が雪村じゃ。ねねも会ったことあるんじゃろ。うん、でも立派になったね。あの時は本当にありがとう。いえ、私の方こそ。秀吉様の奥方様でしたか。そうじゃ、わしの自慢の女房じゃ。もうお前様ったらあの、秀吉様、一つお聞きしてもよろしいでしょうか。なんじゃ、何でも言うてみ。チャチャ様はなぜこちらにおられるのでしょう。秀吉様のご親族なのですか。ああ、それはじゃな。そっか、あの時は何も説明してあげられなかったもんね。はい。チャチャはな、浅井長政殿とお市様の娘子じゃ。つまり信長様の姪子じゃな。なんと。それでは。さよう。信長様によって父親を攻め滅ぼされ、お市様と共に織田家へ戻った。その後お市様は柴田勝家殿に身を寄せられたが、その柴田殿を滅ぼしたのがわしじゃな。お市様がチャチャだけは助けたいとおっしゃって、私たちに託してくださったんだよ。そうだったのですか。お市様はお助けできなんだ。その分チャチャは幸せにしてやりたい。わしが言えた義理ではないと思うがな。お前様、チャチャがあの時顔を出したのはな、雪村、お前さんに会いたかったからだと思うんじゃ。私に。そのような。チャチャを頼む。どうか仲良してやってくれ。はい。
の姫様の態度、もうちょっとどうにかなんねえのか。やめろ、雅紀。雪村の前で。いえ、チャチャ様はいつもあのような。おじきも俺たちもめっちゃ気使ってんだぜ。少しぐらいにっこりしてくれても。気の毒な身の上だとは思うがな。ああまで固くなではどうにもならん。やめろ、陰口などみっともない。んだと、三成、てめえもおじきへの態度が悪いってみっともねえこと言ってたじゃねえか。それでも秀吉様が大切になさっているお方だ。ならば俺も同じようにお仕えするまで。けっ。そういえば雪村はチャチャ様の幼い頃を知っているのだったな。今はあんなだけどよ、昔はもっとつっけんどんだったとか。いえ、気の強いところは終わりでしたが、決してそのような。ではやはり秀吉様をお恨みなのか。それは。ああ、もうめんどくせえ。とにかくあの姫様のことは雪村てめえに任せたからよ。お前が真田幸村か。俺は東堂高虎。義継とは浅井家以来の同輩だ。よろしくお願いいたします、高虎殿。お二人は浅井家に仕えておられたのですか。ああ。ではチャチャ様のことも。幼い頃から存じ上げている。チャチャ様にお会いしたのか。はい。先ほど秀吉様への拝謁の際にな。相変わらずのご様子だったが。当然だろう。チャチャ様にとっては両親の仇、心を許せるはずもない。不穏なことを言う。では我らはどうなのだ。チャチャ様は浅井旧臣の方々とは親しくしておられるのでしょうか。逆だな。とおっしゃいますと。浅井の名のもとに集えば派閥とみなされる。それは無用ないさかいの種になる。チャチャ様はそれを避けるためあえて。長政様の面影を見て悲しむ輩を見ていられないだけかもしれんがな。なんだそれは。俺は別に。なるほど。しかしそれではチャチャ様は。そう、あの方は常に一人だ。誰にも背を向けて立っている。あの孤高さには信長を思い出させるものがあるな。その点お前にはしがらみがない。は？流れに乗るしかない我々だが、縛られるもののないお前ならチャチャ様を解き放つことができるかもしれない。あの、それはどういう。お前には期待しているということだ。チャチャ様、改めましてお久しぶりでございます。お元気そうで何よりと。お目付役などを押し付けられてご苦労なことですね。え、あ、私は決してそのような。ついてくるのなら勝手にしなさい。相変わらずいけすかないお姫様だね。やめぬか、サスケ。まあ苦労しそうではありますよね。おっと、お前は。おお、正幸殿。ええところに。こいつは前田利家っちゅうてな。存じておりますよ、槍の又さ。ほうかほうか、利家の武名は天下に轟いておるからな。そりゃ悪い気はしねえな。俺もお前の志望と腕っぷしはよく知ってるぜ、正幸。恐れ入る。
なんじゃ、知り合いじゃったか。ま、ちっとな。昔話でございますよ。うん、そうか。年家とはな、長屋暮らしの頃からの付き合いじゃ。わしが最も頼みとしておる男じゃて。よせよ、くすぐって。こいつがおらねば、わしなどのたれ死んでおった。正幸殿にもそういうものはおるか。わしを友と呼んでくれた方はおりました。ほうじゃろうほうじゃろう、そういうのは大事にせねばならん。ではな。おう、失礼いたします。すまねえな、触れてほしくない話だったか。気遣いは無用に願おう。しかし天下人とはもっと孤独なものかと思ったが。ま、お前の見立ては正しい。あいつは俺らには見えねえいろいろを抱えてる。だったら全部ひっくるめて支えてやるだけだ。お前も手伝ってくれるならありがてえんだがな。心しておこう。ではわしは上田へ帰る。雪村のことよろしくお願いする。承知しました。国元へ帰られても妙な考えを起こされませぬよ。これはいいなことを。豊臣に弓を引く愚か者がおろうか。忠誠心に価値を見出す方には見えませんが。痛いところを突かれたな。だがだからこその人質であろう。あなたはいざとなれば人質の命など考慮いたしますまい。よろしいな。くれぐれも豊臣に。くどい。何？いつなりと出陣を命じるがよい。秀吉様の敵をことごとく滅ぼしてくれよ。だが人質に万一のことあらば、豊臣の軍勢がたとえ100万であろうと、我が地防でお相手する。覚えておけ。ではな、せいぜい気張れ坊主。誰が坊主だ。おねね様には忍びの心得も終わりと伺いました。忍び？これが？うん、うちの人の手助けができるようにね。これぞ内助の功ってやつ。あれ、内助の功ってそういうのでしたっけ。近頃は大阪も人の出入りが多くて物騒だからね。見回りなんかもやってるんだよ。おねね様自らそのようなことまで。ぜひお手伝いさせてください。ちょっとちょっと雪村様。ありがたいけど、それこそ忍びの心得でもないとね。大丈夫です、優秀な忍びがおりますからな。だってさ先輩、あれ先輩。うわ、汚ね、逃げた。本当に助かるよ。ありがとう雪村、サスケ。はい、お任せください。なんで俺が。ちゃちゃ、遊びに来てくれたのか。たまたま近くを通りかかっただけです。ちゃちゃ様、こちらはお知り合いの方ですか。明智光秀の娘です。なんと。いかにも、わらわは明智光秀の娘じゃ。今は茶々預かりの身となっておる。つまりわらわを煮るなり焼くなり、茶々の自由ということじゃな。そうなのですか。そんなわけがないでしょう。真面目に取り合うのはやめなさい雪村。あ、はあ。あながち誤りでもなかろう。わらわがこうしていられるのは
チャチャのおかげじゃ。何が、大阪を好きに離れることさえさせてあげられないのに。それは致し方ない。チャチャがこうやって遊びに来てくれるだけで十分じゃ。通りかかっただけです。うむ、ではまた通りかかるのを楽しみにしておるぞ。チャチャ様、お待ちください。雪村と言ったか、そちはチャチャの従者なのか。は、はい、まあそのような。そうか、ではチャチャに優しくしてやってほしい。できればダチになってあげてほしいのじゃ。ダチ？そう、ダチじゃ。わらわもそう思ってもらえればよいのじゃがな。あなた、あら、お姫様、お久しぶり。ご無沙汰しております。師匠が遊びに来てくれたのじゃ。そうですか。ところで、どうしてこの方を師匠と。師匠は魔書古書じゃからな。魔書？ああ、その話しちゃうんだ。師匠は手を下さずとも、そこにいるだけでおのこたちを従わせてしまうのじゃ。威風があるということですか。失礼ですが、そのようには。どうかしらね。うむ、皆口々に師匠をたたえ服従を誓っておったぞ。その様を見て音近が感心しておったのじゃ。さすが魔書古書じゃと。それって魔書の、だから魔書古書、古書書も。あなたは早々にこの方と縁を切るべきです。何を言うのじゃ。ちゃちゃ、師匠はわらわの恩人じゃぞ。それとこれとは話が別です。この方のそばにいるのはあなたのためになりません。バカを申すな、わらわは師匠のような。いけません。退散した方が良さそうね。また遊びに来るわ、わらわちゃん。いえ、あなたはもう。うむ、師匠楽しみにしておるぞ。人の話を聞いていますか。大体あなたは。楽しそうにやってるじゃない、安心したわ。ずっとこんな調子だといいんだけど。で、いきなりあのアクションパートに変わってますけど、これはですね、この次の章で対北条戦になる、まあ小田原征伐、北条征伐というね、があるんですが、大阪の方に、風魔小太郎、まあ北条の忍びが侵入しているっていう、状況の中、サスケとおねね様でこの小太郎をまあ迎撃するというか撃退するというか、まあそういったシナリオが一本挟まれているというところになりますね。基本的にはあの大阪城下でのシナリオ進行の中の一部という位置づけの、風魔小太郎戦になります。誰の犬だって。くそ、逃げやがった。小太郎を追い返したなら上出来だよ。ありがとね、サスケ。うちの人を狙ってるのがいるのは分かってたけど、まさか小太郎が乗り込んできてたなんて。危ないとこだったよ。サスケが手伝ってくれなきゃ見つかるのが遅れて。で、どうかした？いや、別に。風魔が逃げたのはネネが来たからだ。なんだこいつ、強えんじゃんか。ネネもね、結構好きなタイプなんですよね。このショートカットが似合う感じ。よしよし。あの、まあちょっと古い話ですけど、AKB だとマリコ様とか好きでしたからね。じゃあそろそろ戻ります。
あなた待ちなさい。いやー、やっぱこのチャチャ様かわいいわ。怪我をしています。そうなのか、サスケ。ああ、これちょっとしくじったけど別に大したことない。いけません。こういうこういう感じ最高だな、本当に。これでいいでしょう。どうも。主が配下の変調に気づかなくてどうしますか、雪村。はっ、申し訳ございません。では先に戻ります。優しいところもあるんですよね。いや、チャチャ様はもともとお優しいお方だ。それがあのように堅くなに振る舞われるのはやはり悲しい生い立ちゆえだろうか。そういうのが嫌なんじゃない？ん？どういうことだ？かわいそうなお姫様って見られるのが嫌なんじゃないの？ああ、それちょっとわかるかも。本人が割り切ろうと思っても周りがかわいそうな人に従うんだよね。そうか、過去に縛られているのはむしろ我らの方か。サスケ、よく気づかせてくれた。ありがとう。礼を言うぞ。照れてる照れてる。ま、そんなんじゃねえよ。ですね、あの大阪の、まあ、外れ山崎に賊が出た、山賊が出たというところで、雪村とチャチャ様が撃退しに行くというシナリオが一本入ってまして、そのシナリオの後のエピソードになるんですが、まあ、チャチャが雪村に弟子入りするというか、その武術を教わるっていうね、そういう申し出があるというシーンになります。チャチャ様、何を仰せですか。私に武術の手ほどきをしてください。戦場でも引けを取らぬほどに。お待ちください、チャチャ様。それは早速明日からでも取り掛かりましょう。頼みましたよ、雪村。チャチャ様、私は強くなりたい。いいえ、強くあらねばならないのです。チャチャ様チャチャがさようなことをの。笑い事ではございませぬ。万一お怪我をさせるようなことがあっては心配性だね、雪村は。大丈夫だよ。おねね様までそのような。チャチャは賢い子じゃ、なんぞ考えがあるんじゃろう。ここはチャチャの気の済むようにやらせてやってくれんか。はあ、しかしチャチャはこれまで自分から何をしたいなどと口にしたことがない。これが初めてじゃ。秀吉様。そういうこと。面倒をかけるけど好きにさせてやってあげてよ、雪村。承知いたしました。雪村には及ばないものですね。いえ、チャチャ様は筋がいい。私もうかうかしてはいられません。世辞は結構です。私は決して。そうですね、あなたは世辞も言えない僕年人でした。面目ありません。褒めていますよ。はあ、では戻りましょうか。はい。それでは今日はこれで。はい。チャチャ様、一つお聞きしてもよろしいでしょうか。どうぞ。チャチャ様は何故強くなりたいとお考えなのですか。あ、いえ、あなたは強くあらねばならないとおっしゃった。それは強くなければ
すべて奪われてしまうからです。私の父母のように。長政殿とお市殿、どれだけ強く理想を追い、どれだけ深く家族を思っても、力がなければ全て踏みにじられる。あの時、父上や母上にもっと力があれば、いいえ、私が非力な子供でなかったら。だから私は強くあらねばならない。今度こそ。そうでしょうか。え？そのような敵を打ち倒す力だけが強さなのでしょうか。長政殿もお市殿も茶々様を最後まで守り抜いた、そうした強さもあるのでは。そうだ、父上もまたそうして我らを。そんなのは綺麗事です。結果として私は一人残されたのですから。はい。けれど胸に留めておきます。茶々様、戻りますよ。聞いてくれ雪村、こないだな、茶々が笑うてくれたんじゃ。おお、それはお美しかったことでしょう。そりゃもう花が咲いたようじゃった。思わず見とれてしまうたわい。近頃は実に柔らかいええ顔をするようになった。これも全部雪村のおかげじゃな。いえ、私は何も。それはさておき、真田のことなんじゃが。はい。真田には大名としての領地を安堵する。まことですか。それはありがたき。そして、まあ、ここは史実通りというところになりますね。真田は家康殿の徳川家康の与力になるというところのシーンになります。東の要、北条が従わぬ以上、徳川と真田は手を携えて、で、まあ、この後北条戦になる、まあ、あの布石というかね、が入っているところになります。しかし父上は徳川の下につくことを良しとされるだろうか。それでは茶々様、ここで失礼いたします。ええ、ご苦労でした。はは。そんな風に笑うんだね、チャチャは。おねね様。あ、せっかく楽しかった気分に水差しちゃったかな。ごめんごめん。いえ、ごめんなさい。あなたや秀吉様にはよくしていただいていると思っていますけれど。うん、それでいいと思うよ。え、これが戦国なんて我慢しちゃったらいつか爆発しちゃうでしょ。許せないこと、愛せないものは誰だってあるよ。だからあなたはそれでいい。でもね、そうやって時々笑ってごらん。ほら、笑う角には福来たるって言うでしょ。おねね様。ここからは上田パートに続いて、信行が家康の元に行くというところのシーンになります。秀吉様は家康殿に配慮されたということでしょうか。我らと対等に扱われては家康も面白くなかろうからな。駿府には私が参りましょう。人質まで出す言われはないぞ。そうではありません。豊臣の天下は近い。されどその天下はこたびこそ揺るぎないものとなりましょうか。さてな。これを機に徳川と吉見を通じておくこともこれからの真田には必要かと存じます。
父上が言ってはまた喧嘩を吹っかけて来られるやもしれませんので。言うようになった。よかろう、任せ。はでは直ち。よく来てくれた信行。真田と徳川が手を携えて進めるよう、お主の力をわしに貸してくれ。もったいないお言葉。魅力ながら一心に努めます。上田でのそなたの働き、敵ながら実に見事なものであった。恐れ入ります。敵などと物騒な。それも昔の話。今は身内も同然ではないか。この者の父もそのように考えておればよいのですが。まだかつ父の存分を私などが保証したところで信用してはいただけますまい。故にこそ私が参りました。天下太平のため真田もまた力を尽くして参ります。おう、よかろう、忠勝。試すようなことを言うものではない。気持ちはわかるが。決してそのような。どういうことでしょうか。いいな。こちらは忠勝の娘、いいな。存じておるな。ご無沙汰しております、信行様。はい、お目にかかったことは。この稲をわしの養女とした上でお主の妻に迎えてもらいたい。それは真田と徳川のより強い結びつきのため。というのは表向きの話。わしはお主が欲しいのだ、信行。太平のため力を尽くすと申してくれた真田信行、その人がな。家康様、これは良い跡取りを迎えられたようだ。晴れて私はお役御免ですかな、父上。戯言を申すな。まともに挨拶もできぬのか。徳川秀忠である。では家康様の。これは失礼いたしました、真田信行と申します。相変わらずお主の父は息子を差し出して我が身の安泰を図っておるのだな。秀忠様、なんてこと。秀忠、いい加減にせよ。下がっておれ。ご無礼つかまつった。見苦しいところを晒してしまったな。どうか愛想をつかさんでくれ。いえ、滅相もございません。予想外の成り行きに少々戸惑っています。はい、秀忠様のことには殿も苦慮されていて。私はあなたとのことを申し上げたのだが。それはお家のためとあれば稲に異論はございません。少し寂しいおっしゃりようですね。そのような。そういえば徳川は北条とも隕石でしたね。はい、秀吉様の上洛命令に応じるよう殿は何度も北条に働きかけているのですが。あえて応じぬ北条が豊臣との戦を選べば、家康様は北条を切り捨てられるのでしょうか。家康様は大義のためならいくらでも非常になれる。それは恐ろしいほどです。それはけれど、先ほど私に向けてくれた情愛にも偽りがあるとは思えなかった。
真田正幸の子である私に対して。不思議な方ですね、家康様は。でこのまま次回はですね、北条征伐に移っていくっていうシーンを、プレイしていければいいかなと思います。今は家康様の下で力を尽くそうと思っています。どうかよろしく頼む、いな。はい、はい、信行様。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。